きまして2曲目はザ・カルメをお届けいたします。鈴木英二さんが、編曲というか作曲されているんですが、もともとはね、皆様おなじみのオペラカルメ、知っている曲、聞きなじみのある曲がメドレーのような形式になってたくさん出てきますので、ぜひあこの曲だとか思いながら聴いてみてください。
い、ありがとうございました。ザ・カルメンでした。皆さん聞いたことあるメロディーたくさん見つけられましたか？なんか今日はこの曲に照準を合わせてドレスを選んできたと言っても過言ではないんですが、図らずしも遅れてやってきたクリスマスみたいな雰囲気になっておりますはい、そんな感じでちょっとね、見た目も楽しんでいただきながら聴いていただけると嬉しいなと思います。ではお次は、星出隆さん作曲のブラボーサックスをお届けいたします。もともとこの曲はブラボーブラスという吹奏楽のために書かれた曲なんですが、サックス奏者の、小串俊久先生がですね、もうその曲かっこいいじゃん、サックスソロのためにも編曲してよってことで、ブラボーサックスというふうにサックスソロのために書き換えられました。とってもね、華やかで明るく元気が出る曲なので、ぜひ乗って聴いてください。
スタブラボーサックスでした。では最後にちょっと癒し系の曲でお別れしたいと思います、内田佳子さん作曲の、サンクスソング、本当にありがとうっていう気持ちがいっぱい詰まった素敵な曲です。作曲者の内田さんがご自身の結婚式でご両親に捧げるために手紙の代わりにこの曲を作ったと言われていました。もともとはバイオリンとピアノのための曲なんですけど、サックスとピアノでちょっとやらせていただきます。本日はありがとうございました。Thank you.